はい、プレイボール、どうも野球人です。ヤクルト春季キャンプメンバー発表ということでございまして、今回はヤクルトスワローズの春季キャンプ1軍メンバーを見ていきます。その後に投手野手1人ずつね、注目選手を挙げて最後に日程を確認して終わりたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、こちらがヤクルト春季キャンプ1軍メンバーでございます。なお赤文字の選手はルーキーでございます。まずピッチャーから見ていきましょう。まずは昨年のドラ1ですね、奥川選手、そして残留した石山選手、高梨選手、原選手、清水選手、そしてルーキーです、木澤選手、ドラ1の選手でございます。星選手、吉田選手で、残留した小川選手ですね。で、外国人選手のマクガフ選手、梅野選手、そして、彼も外国人、スワレス選手ですね。大西選手、金久保選手、西内選手、今野選手、近藤選手、寺島選手、で石川選手、でルーキーです、左ピッチャーの山野選手、で高橋選手、この間結婚しましたね、で長谷川選手ということでございます。続いてキャッチャーですね、見ていくとキャッチャーはね、あんまり変わってないですね。中村選手、西田選手、松本選手、古賀選手ということで、いつものメンツです。で、内野見ていくと、FA でね、彼も残留しました山田選手、西浦選手、新加入の内川選手、荒木選手、広岡選手、で、ルーキーです、本山選手、宮本選手、太田選手、村上選手、松本選手ということでございます。で、最後に外野、彼もルーキーです、並木選手ですね。そして中山選手、塩見選手、青木選手、山崎選手、坂口選手ということでございまして、以上のメンバーが一軍キャンプメンバーです。で、外国人選手ですね、とりあえず、2人ピッチャー間に合ったんですが、新外国人選手の、野手はね、間に合わないということでございますので、なんとかね、開幕までにはというところではございますが、そうでなかった場合、全員ね、日本人で打線を組むしかないのかなというふうに思います。で、あとは村上選手、ですね、彼は、新型コロナウイルスに感染しましたので、復帰はしたんですけど、ちょっとね、別メニューで調整しつつみたいなことも言われておりますので、ゆっくりね、調整してもらったらという感じでございます。はい、というわけで以上が一軍キャンプメンバーでした。続きまして注目選手挙げていきます。はい、まずは野手から見ていきましょう。ドラフト4位ルーキー、本山飛勇選手でございます。東北福祉大学の選手でして、出身は大阪なんですね。1998年12月4日生まれ、180センチ、78キロ、右投げ左打ちのポジションは、遊撃手、ショートでございます。はい。で、大学リーグ通算5本塁打ですね。50メートル5秒9。伝統はね、ちょっとわからなかったんですが、身体能力は高い選手ということでございまして、しっかりとね、ドラフトで即戦力ショートを、取って、去年はね、エスコバー選手が主に出ておりましたが、正直ね、指標で見るとかなり悪い部類でございました。彼が退団して新たに誰が、ショートになるかというところで、ございますが、彼にね、スポットを当ててみました。では、成績、見ていきましょう。はい、こちらが本山選手の成績です。仙台六大学リーグ通算成績でございます。62試合で3割5分6厘、194打数で69安打、ホームラン5本ですね。54打点23、三振、フォアボールが42、盗塁12、BBK1.82、出塁率4割7分、長打率5割8分2厘ということでございます。非常にね、好成績を残しているということなんですが、大学ナンバーワンショートとしての呼び声が非常に高かったです。ドラフト1位候補とまで騒がれていた選手でございますが、その選手が4位で取れたのは大きいんではないでしょうか。私もね、外れ1位ぐらいでいけるかなと思っていたんですが、あれよあれよと4位まで来てしまったということなんですが、で、成績で見ていただいた通りわかるんですけど、コンタクト率、選球眼が非常に優秀でございます。本当にね、三振が少ないですよね。そういう意味では、やっぱりね、プロでも、フィットしていく可能性っていうのは高いのかなっていうふうに思います。仙台六大学リーグっていうのは、地方のリーグで、そんなにね、レベルは高くはないんですが、なので、六大学と比べると、ちょっとね、成績を鵜呑みにするのは、そんなにね、良くはないんですけれども、それでも非常に優秀だとは思いますね。で、長年の穴であるポジション争い、ショートなんですが、終止符を打てる可能性は大いにあるんではないでしょうか。ポジション争い、西浦選手や、
おそらく、そうですね、広岡選手とかと争うことになるとは思うんですけれども、そこにね、割って入るだけの実力はね、本当にある選手だなというふうに思っております。はい、というわけで、野手は本山選手に注目してみました。続いて、ピッチャー見ていきましょう。はい、ピッチャーの注目選手は、2019年ドラフト1、奥川選手でございます。まあこの選手ね、やっぱり、すべてのヤクルトファンが期待してる選手なんではないでしょうか。まあ星稜高校で石川県出身、2001年4月16日生まれ、184センチ、82キロ、右投げ右打ちのピッチャーでございます。マックス154キロ。球種カーブ、スライダー、チェンジアップ、フォークを投げる選手でございます。まあ、阪神、巨人、そしてヤクルトと3球団競合の末、高津監督が引き当てた選手でございますね。まあ、本当に僕もかなりね、彼のことは勝ってるというか、まあ、おそらく球界を代表するピッチャーになるんだろうというふうに思っておりますので、まあ、今年ね、しっかり、スタートダッシュ決めてほしいなというところではございますが、じゃあ成績の方ね、ちょっと確認していきましょう。はい、こちらが奥川選手の成績です。まずイースタンから、見ていきましょう。昨シーズンのイースタン成績が7試合で1勝1敗 19.2イニング、18奪三振、フォアボール2つに被安打、11防御率 1.83、 ウィップ 0.66、 奪三振率 8.24、 四死球率 0.92 ということでございまして、ね、まあ非常に優秀ですね。まあやっぱりさすがだなというふうに、思います。で、一軍成績ですね、1試合投げました。1敗 2.0 イニング、2奪三振、被安打9、防御率が、22.50 ということでございまして、まぁ、あ、ちょっとね、ほろ苦い一軍デビューだったかなというふうには思うんですけれども、まぁ、あ、鳴り物入りで入団した昨年は怪我もありまして、稼働っていうのは少なかったんですが、やっぱりね、先ほど見ていただいた通り、2軍での成績っていうのは抜群でした。で、1軍登板時も、球速がね、あんまり出て、おらず、痛打を浴びてしまったんですけれども、三振はね、取れております。奪三振率 9.00 です。で、四死球率、四死球ですね、0というね、ここは本当に優秀なポイントでございますので、まあ、あまり悲観する内容ではなかったんではないでしょうか。で、バッチリね、調整していただいて、今季は開幕ローテ入り、まあ、目指してほしいんですけれども、まあ、しっかりね、ある程度投げたら、まあ、開幕ローテ入りをさせるんじゃないかなというふうにはね、思います。やっぱり高津監督も期待しているとは思うので、今季はしっかり一軍で使っていくんではないでしょうか。まあ、怪我だけね、ちょっと気をつけていただいてというところではございます。はい、ということで野手、投手、注目選手それぞれ見ていきました。最後にヤクルト日程確認して終わりたいと思います。はい、こちらが今後のヤクルトの日程でございます。まず1軍キャンプですね、の日程は2021年2月1日月曜日から、2月28日日曜日までということでございます。で、2月の、休日が、4日、8日、12日、16日、22日がお休みということですね。で、2軍キャンプ、見ていきますと、2021年2月1日から2月26日、ちょっと1軍より早く、切り上げるということでございます。で、休日も若干違いますね。2軍は2月の5日、9日、13日、17日、22日と、まあ、ちょっとね、ずらしているということでございます。はい、そして試合予定も確認していきましょう。まあ、今のところ発表されているところなんですが、2月の11日、ですね、中日戦があるようです。で、17日は、DeNA 戦、23日は、オープン戦になります。ここから巨人戦、27日楽天戦、28日阪神戦と。で、おそらくもっともっとね、多分対外試合っていうのはあると思います。で、紅白戦とかも混じってくるので、しっかりとね、実戦を積む機会っていうのはあると思うので、その中で、まあ、先ほど挙げた奥川選手であったり本山選手の活躍もね、見れると思いますので、ぜひね、注目と、いったところでございます。というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。セノゲームセット、ありがとうございました。